蓮台地柿とは、三重県伊勢市の特産物で、不完全甘柿の品種の一つ。伊勢市の指定天然記念物である。ゴツゴツとした多角形で、キメの細かい、柔らかな果肉と、まろやかで、とろけるような高い糖度が特徴。直径は、約10センチメートルと大きい。現在では、発祥の地である、伊勢市で9月から11月にかけて収穫され、生産農家が、炭酸ガスを使い、一昼夜かけて搾抜き使用し、伊勢市藤里町の JA 伊勢蓮台地柿、共同選果場に運び入れる。生産する畑は、伊勢市の瀬田町、藤里町、崎山町、宇治浦田町に多く、その他市街地にも点在している。JA 伊勢蓮台地柿部会に所属する農家は2015年現在54戸である。生産量が少ないために主に、三重県内で販売され消費されている。2015年の生産量は平年並みで出荷見込み量は200トンである。生産者や三重県庁などが蓮台地柿産地振興連絡会を結成しており、毎年収穫体験を開いている。生産農家の婦人部が開発した干し柿、日向焼は皮を剥きや厚切りにして乾燥させたもので、伊勢神宮内宮前のおかげ横丁などで、販売されている。栽培の歴史は古く、約350年前に神宮祭主の大中富永瀬が現在の伊勢市瀬田町に建立した鼓国産蓮台地にちなんで、この地で育つ柿を蓮台地柿と呼ぶようになった。蓮台地は明治2年に廃寺となって現存しないが、伊勢神宮の外宮から内宮へ行く三木本道路の中間にあった。ありがとうございます。